パレオロゴス王朝の総統の和紙の文章パレオロゴス王朝は東ローマ帝国最後の王朝。古代ギリシャ語の発音に従ってパラヨロゴス王朝あるいはパラヨロゴス王朝と呼ばれることもある。パレオロゴス家は東ローマでも有数の名門の一つで、すでに11世紀アレクシオス一世、コムネノスの義兄帝としてゲオルギオスパレオロゴスなる人物が知られている。 その後もコムネノスアサ、アンゲロスアサとの間に隕石関係を結び、数多くの高級軍人などを輩出していた。ゲオルギオスの創尊アレクシオスパレオロゴスは、皇帝アレクシオス3世アンゲロスの娘エーレネーと結婚して先生皇に助せられ、同じくアレクシオス3世の娘と結婚した後の、ニカイア皇帝テオドロス1世ラスカリスと共に、 定位継承候補の一人に数え上げられていたが、若字にしている。二回は帝国時代もその血脈は、皇帝位に近しい存在であり続けた。アレクシオスの娘テオドラ・パレオロギナは、パレオロゴス家の別の一員で、ヨハネス三世、トゥーカス・バタツェス・ミカドのもとでテッサロ2期の軍政官を、務めていた、帝国軍総司令官、アンドロニコス・パレオロゴスと結婚し、娘、エーレーネー、 マリア、息子、ミカエル、ヨハネスを生んだ。彼らは、リプロパレオロギという異名で呼ばれたが、これは、両親から、パレオロゴス家の血を引く、者たちという意味である。この長男ミカエルが、後の東ローマ皇帝ミカエル8世、パレオロゴスである。ミカエルパレオロゴスは、ニカイア帝国で牽制を振るい、1259年に、幼い皇帝ヨハネス4世、ラスカリスの接傷。 ついで共同皇帝となって、実権を掌握するに至った。1261年7月には悲願だった、コンスタンティノポリス奪回を果たして東ローマ帝国を復興。その功績を利用して自ら正皇帝となってヨハネス4世を、廃位、幽閉。最後にして、最長の王朝となる、パレオロゴス王朝を開いた。パレオロゴス王朝初期のバルカン半島及び、小アジア構成。 最も狡猾な、ギリシャ人と呼ばれたほど地亡に優れたミカエル8世は、様々な計略や外交戦略を駆使して、シャルル・ダンジューなどから帝国を防衛し、かつての大帝国の最高を目指した。しかし、ヨーロッパ側の領土奪回に集中している間に、小アジアの防衛能力は低下し、ミカエルのコアンドロニコス2世、パレオロゴスの頃には、信仰国家を住まん帝国に小アジアの領土を、 奪われていった。一方、ヨーロッパ側では、セルビア王国が勃興して帝国へ侵攻し、ステファンウロシュ4世ドゥシャンなどは、また、帝都奪回に際して、ジェノバやベネツィアへ貿易特権を認めたために、経済的にはこれらの北、イタリア諸都市国家に従属することになって財政は、急防。末期には定管さえ、借金の担保にせざるを得ないほどの惨状であった。 マヌエル2世、パレオロゴスパレオロゴス王朝の最も深刻な問題の一つは、祖父と孫、学父と娘婿、父と子など皇室内で頻発した定位争い、内乱であった。その度に、オスマン帝国やセルビア王国、北、イタリア諸都市の勢力が介入したために、帝国は内外ともに混乱に満たされ衰退する一方であった。 東西からの攻撃を受けた帝国の領土は次々に失われ、14世紀半ばにはコンスタンティノポリスの他にはギリシャの国一部を維持するのみでローマ帝国とは名ばかりの小国に転落してしまった。一部の知識人や一般民衆は帝国の没落は神罰であると考えるようになってしまったのである。ヨハネスセ世イ、パレオロゴスの第二、帝国はついに オスマンの属国にまで連絡し、帝都はオスマン軍にたびたび包囲された。帝国側もマヌエル2世、パレオロゴスやその息子ヨハネス8世、パレオロゴス、コンスタンティノス11世ドラガセスが西欧への軍事援助を要請し、東西教会の合同を行って、ローマ教皇の主意権を認めるというプライドをかなぐり捨てた外交努力を行ったが援軍は得られなかった。 1453年5月29日未明、メフメト2世へ率いるオスマン軍との2ヶ月にわたる攻防戦の末にコンスタンティノポリスは陥落し、コンスタンティノス11世は戦死。東ローマ帝国は1000年、古代ローマ帝国から数えれば2000年以上という長きにわたったその歴史を得ることとなった。なお、帝国の滅亡後も1460年まで、 コンスタンティノス11世の兄弟であるデメトリオスとトマスがペロポネソス半島のモレアス先生考領によって抵抗していたが最終的にはオスマンに降伏。トマスはイタリアへ亡命し、その娘像えはモスクワ大公国のイヴァン3世に嫁いでパレオロゴス王朝の血統をロシアへ伝えたほか一部の子孫が現在でもイタリアやイギリスで生活しているという。 帝国を征服したオスマン朝のメフメト2世は、ローマ帝国のカイサルと自認し、東ローマ帝国の後継者として振る舞ったと言われている。支配者の宗教は、キリスト教からイスラム教に変わり、制度上にもかなりの差異が存在する上、支配民族はトルコ人だったため、この考え方自体、永続的な意義を持たなかった。この時代に、政治、軍事、 経済面での衰退に直面した東ローマ帝国の人々は帝国の栄光を古代から継承してきた古代ギリシャ文化に求めた。哲学、文学、天文学、歴史などの研究が進み、古代ギリシャローマの古典作品の注釈や写本の制作が流星を極めた。美術面でもそれまでの平面的な宗教画から写実的な新しい画風が生まれ、 モザイク画やフレスコ画の傑作が生まれた。これらの文化的交流は後にパレオロホスアサ・ルネサンスと呼ばれる。帝国の滅亡前後には知識人たちが多くの写本を携えてイタリアへ亡命し、その知識と写本がイタリアルネサンスに大きな影響を与えることになったのである。中、協調はミカエル発生の子孫。ありがとうございます。